代表的な金魚モの一つで沈水性の浮遊植物である松も。金魚モとはいくつかの干渉用水草の俗称である。古くから栽培され、ポピュラーで安価な水草である。多くは育成が簡単である。有形層といって茎を中心に茎の横から葉が伸び、上に成長し、成長すると横から新たな葉を出し、さらに上に伸びる。 茎を中心に取り囲むように葉が茂る相対を持つ。昔から金魚の飼育に用いられ、金魚水槽の良き同居人となる。金魚にとって水草の存在は餌でもあり水の浄化に一役買う存在でもあり、隠れ家として機能し、リラックスをもたらすものであるからだ。また、春先には産卵床にもなる。金魚もという名称がついているが、 金魚以外の淡水魚に使っても問題ない。日本産淡水魚や水草をレイアウトした水槽にもよく使われる。カボンバオカナダも羽衣もモかか、ボンバ族に分類される種の総称。古くはカモンバ、キャボンバとも言う。幸いは他の金魚もに比べて難しい。北米原産だが日本でも野生化している外来種である。金塩種では 南米原産の黄色っぽい葉をしたイエローカボンバや中南米原産の赤いレッドカボンバも売られているが普通のカボンバとして売られている種より育成が難しいこの仲間は完全に水中で生活する沈水性の植物であり水上葉は作らないが頭頂部が水面に達すると白い小さな花を水上に出すことがある南アメリカ原産で 生物の実験材料として持ち込まれたものが繁殖した。1940年代に山口県で野生化の記録がある。栽培されたものがアナカリスとして熱帯魚ショップなどで売買される。世界中に生息していて日本にも生息している在来種。とても丈夫で熱帯魚やメダカの繁殖水槽にも隠れ家や産卵床として用いられることがある。 不氷性の水草で水中を漂って育つ。砂や土に植えても根は出ない。地域差を無視した放流は遺伝子汚染も起こり得るので、日本にも自生するからといって、むやみに屋外に放すべきではない。これらの植物は基本的に丈夫だが、植物である以上は光合成をすることが生存に必要不可欠である。そのため、蛍光灯なり自然光なり光源が必要である。 光がなければ枯れてしまうが、これらの水草は丈夫であるため、光に当てなくても良いと勘違いしてしまうことがよくある。また、c o o 2の添加があるとなお良いが、基本的には不要である。松も、大金もは土や砂に植えても育つが、水に浮かせた状態でも育つ。草も、カボンバは土や砂に植えないとうまく育たない。ありがとうございます。